はい、こんにちは、ブルーコースです。ということで今回は、最終試練に挑む前の単なる雑談会やっていきましょうか。ヘルガッチボコボコッチしていこっちちゅうわけでね、まあたまにはね、こうちょっとゆるりとした感じのゲーム実況もいいんじゃないですかっていうね、うん、まああのなので今回単なる雑談会だから、あの別に興味ねえしっていう方はもう、あ、全然この回はね、どっちでもいいよ。ごめん、雑で雑でごめんね、相変わらずの雑加減で仕方がないんですけど、はい、まあ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 、まあゆるりとね、経験値も上げつつ、地下のなんか掘ってお小遣い稼ぎをしつつっていう、まあそのパターンですね。でまだレベルがねこんだけだからさ、まあ最終ボスがなんかレベル66くらいで出てくるから、まあそいつらをねやっぱやっつけようと思ったら少なくとも65くらいに上げ続けとかないと。何せね、四天王の何が辛いってさ、ジムリーダー戦とかってまあね、もうみんなごねご周知の通りでさ、戻れるわけじゃないですか。あのジムの中に例えば10人の敵がいようがさ、あの10人目倒したら、よし、じゃあジムリーダー挑むぞっていう前にちょっとチラッと戻って回復して万全な状態で挑めるのに、チャンピオンを挑む時が一番バッタバタなのよ。バッテバテの状態なのよ。回復してくれるという優しい仕様は全くないわけ。辛いのよ。だから、レベルに関しては多少、ちょっとね、もう鍛えて上げておかないと、まあ、辛い思いするくらいだったらっていうね。はい。で、まあ、チャンピオンロードじゃないや、ここなんだっけ、ポケモンリーグのところのやつやってくから、それをなんかね、全部、パコッと、あそこのクエスチョンマークになってるやつをね、パコッと全部上げることができたら、まあ、今回のミッションクリアかなっていう感じでですね、まあ、雑談でもしましょうや。みんな、元気？そう、雑すぎる。ごめんね。いや、まあ、やっぱりなんかそう、ゲーム実況を見る人って、あの僕はね、心にゆとりがある人じゃないかなって勝手に思ってるんすよ。じゃなかったらさ、なんだろう、癒しを求めるとかさ、だったら動物のやつを見たりとかさ、なんかこう、なんか同年代同世代くらいの人たちがさ、ギャー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 騒いでるのとかをこう見てる方がなんかいいじゃん。ゲーム実況ってさ、その例えばね、あのオトジャさんみたいに癒しを求めるとか、なんかそのまあ、声がエロいじゃないですか、あの人は。あ、間違えた。そう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 。とかさ、あと、なんだろう。例えば、なんかちょっとスカッとしたゲーム実況が見たいとかだったらさ、あの、キヨさんとかさ、そこら辺を見に行ったりとかすればいいわけじゃないですか。ういー。なんだけど、まあ、基本的にはね、釣りとか。お裁縫とか、まあそういうちょっとね、ゆるい感じのを見に行くっていうのがまあ常だったりするんですけど、まあそうじゃないんですよね、ゲーム実況って。だからまあゲーム実況を見に行くっていうのは、悪く言えばよっぽど暇なんだなっていうのと、まあよく言えばすごく心のゆとりというか余裕があるから、まあこれを見ようか。あーイワークは戦いましぇーん。あのね、いわくね、なんかこんなにごっつい体してんのにさ、経験値しょぼいんだよね。中身がスカスカなのかもしれない。やらちゃちゃらちゃちゃちゃらちゃちゃちゃ。いわー。いいわー。切ります。あー、いなくなるんだ。へえ。まあ、そらそっか。ここら辺の敵はちょっとあれだね、戦いづらいやつらばっかりだね。あれか、落とし物ないのか、広いなぁ。さすが北の大空洞だぞと。あーちゃん、まぐれちまった。まあゴローンはあのそこそこくれるはずだから、あの大爆発とか自爆とかをしない限りはこいつは大丈夫だはず。ということでやっちゃいましょうかね。まあ元気って聞いたのはさ、あのなんか最近こうちょっといろいろと考えることがあって、まあこれはまあ雑談ラジオだと思って、あのポケモンの BGM を聞きながらの雑談ラジオだと思って聞いてくれたらいいんですけど、やっぱね、仕事のことを
とプライベートのこととの、まあ、両立って言い方がまずさ、なんかどっちかをさ、なんて言うんだろう、そのバランスよくしようぜみたいなっていう、なんかちょっと僕個人は若干マイナスなこう印象があるから、あんま好きじゃなくて、どっちもやって当然だよねっていう感覚なんですよ。なんかできない人っていうのはよっぽどどっちかでうまくいってないといけないかなと思ったりもするし、じゃあ両方ともやるからそこそこの成功でいいよねっていう、その、ま、あの別になんかこう防衛性を張るわけでもなんでもないんだけど、うん、まあそんなことはどうでもよくって、まあなんだろうな、今の仕事が、前も縦トップス前も喋ったことあるけど、なんだろう、今の職場は大好きなんだけど仕事が嫌い、嫌いっていうか嫌いってわけでもないな、営業は好きだしな、なんだろう、その苦手って言ったらいいのかな、だから仕事をする上でさ、よくさ、特に新卒の子とかがごっちゃにしちゃってるなって思うのがさ、好き嫌いと得意苦手っていうのをごっちゃにしてるっていうのがすごいあって、で好き得意だったらもう最高なわけじゃないですか、うん、だけどさ、嫌いだし苦手とかだったらもう終わってるわけよ。だから絶対そんなの仕事にしちゃいけないわけね。だからよくやるのが、そのまあ就活生の子とかに、そのなんだろう、相談とか受けた時によく言うのは、その絶対にやりたくないこと何っていうのをまず洗い出させて、その中で、あのこれ苦手だよなっていうものはっていうのをやっていくと、10個嫌いなものを出した時に、いや嫌いなんだけど別に苦手じゃないよなっていうのがこう3つくらい出てきたりとかするんですよ。それって仕事の選択肢として残してていいわけよ。なんでかっていうと、実はその嫌いだって思ってることが他人からしたら素晴らしい才能を持っていて、で、人よりも成果を出して長く続けていけば嫌いだったけど好きになっていくっていうものがあるかもしれないですよね。うん。で、逆で好きだけど苦手っていうもの、それは絶対仕事にしちゃダメ。うん。なんでかっていうと、結果嫌いになるから、うん、できないことをダラ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 続けるほど人生って残念ながら長くないし、だそうなるくらい、あお、そうなるくらいだったらもうさっさとね、違うところ行った方がいいよ。だから得意だけど嫌いっていうのか、好きだけど、あ、じゃあ好きで得意っていう、この2つの軸で考えるのが、まあ仕事って大事なんじゃないかなって思ったりもするんですよね。うん。なんとなくイメージつきますかね。うん。だから例えば僕は IT の仕事をしてるんですけど、IT 苦手なんですよ。苦手なんだけど、その SE みたいな仕事だとかだったら、あ、ごめん、苦手じゃない。IT 自体はまあ、ごめんね。そうね。苦手なんだけど、その営業っていう仕事は好きじゃないけど得意なのよ。なんかわからないけど、なんでか、うん、まあこういう自己分析ができてないんだけどねいやいや、お前今自己分析が新卒の人たちできてないんですよって偉そうに言ったくせに、お前もできてないのかって思われるかもしれないけど、そう、まあだから要はなんか人と会話するのがこう得意なんですよ、人よりも。だそのおかげでこうなんか営業のね事例なんかっていうのをこう人前で発表する機会をもらったりとかもしたりするのよ。いや、ブルーホース君ちょっと全営業マンに向けて喋ってよとかね。そう、だからもしこれがに苦手です、嫌いですっていうような、まあ例えばその IT の仕事に絞ってで言うのであれば、その SE とかだったら僕絶対できないわけよ。うん、無理ってなるわけ。うん、だけど同じ IT を扱うでも、その人と喋るのが得意です、人よりもその部分に関しては優れてる評価も得られますみたいな感じだから、僕は IT っていう苦手な分野でも、あ、じゃあ IT っていう、まあ、嫌いな分野でも営業という得意でカバーができているっていう状態なんですよね。 おかげさまで年収すごい上がってるんで、うん、みたいなところなんですよね、結局ね。うん、だからまあ好きを探すとしんどいよ、よりもなんか人よりもできるものって何なのかなっていう軸で、まあ、仕事を見つけたりやったりするのは
すごく幸せな手段なのではなかろうかというふうには思いますけどね。だからまあなんだろう、その人からさよく褒められることとか、なんか人から任されること、そのなんか雑用押し付けられるとかさ、そいつがやりたくないからあなたやっといてみたいな、そういう雑なやり方じゃなくて、あなたこれ得意だよねとか、あなたにこれ任せたいんだけどとか、あなたにこれをやったらあの誰々さんとかよりも、まあ、あの上手だとか早いとかっていうような、そういう何かこう前段があってね言われるのであれば、すごい素晴らしいことなの、あなたのそれは得意なことなんじゃないかなって思ったりするわけよ。炎の石とかなんだかんだで初めて見えたかもしれないな。なんかそういう自分の強みの見つけ方って、なんか自分でこれ何が得意なんだっけ、あれ何ができるんだっけっていうのをこう必死もがいて考えたりすると案外見つかんないもんでさ。で俺ね、あのそうは言ってもその営業がなんか人より得意っぽいんすよとかって今偉そうになんか言ってたけど、自分でさなんかこう人前で喋るっていうところをなんか録画会社に撮ってもらったから見返したのよ。だらだら喋ってるし抑揚ねえし、結局何言ってんのって自分はめちゃくちゃ思ったのよ。ところが人から見た時にはそれが素晴らしいスピーチで、いやブルーホースってすげえ情熱持ってるやつで、それがお客様の懐に潜り込んでいって結果的にこう今取引につながってるんだなっていう、なんかすごいプラスの評価になってるわけよ。だから自己評価と他己評価のその得意不得意って結構ずれてることがあるか ら、 だから自分で探してみて、いやこれなんか分かんないなっていうような時があったら、それはもうなんだろう、他人に委ねてしまった方がいい。だって結局サラリーマンとして生きていくんだったとしたら、なんだろう、他者評価だからね、自分はこんな成果出しましたとか、自分はこんなことができるんですっていうことを仮に強く訴えたとしても、まあ残念なお知らせなんですけど、あの他者がそう見てなかったら、まあ、あの言うなればその上司とかそのまた上司とか役員とかねっていうのがそういう判断をしてなかったら、まあ、そういう評価かしてなかったとしたら、残念ながらあなたのお給料をもらうこともなければ昇格することもないんですよっていう残酷な事実があるから、だからそうなるくらいだったらもう自分の得意ってなんだろうっていうことを見つけてもらうとか教えてもらうっていうのは、まあ、他者に任せてしまった方が安全牌っていう感じかな。だから僕は営業をそもそも嫌いだったんだけど、どうやら人からするとブルーホースすげえ営業が上手だっていう評価なんですよね。全然なかった。もっとなんか端っこの方とか言ってみるか。落ちたね、混合の水の石。よし、 EV を大量生産してブースター、シャワー、あと雷の石でサンダーにしたら恐ろしいな。こっちの方はなんだかんだちょっとね、裏で地下をやってたんであれなんですけど、ちょっとこっちの方行って、 おじさん小さい玉、あーなるほどね、100、20個って5個とかいるのか、全然足りないね。じゃあ待てな。いや、ただね、一個なんだろう、自分が果たしてこの仕事を続けていけるのだろうかって、まあ一番僕個人が大事なと思うのは人間関係なんですよ。それは間違いないと思ってて、なんでかっていうと僕はね、今3社目なんだけど、人間関係でねめちゃくちゃ苦労してきたんですよ。で、人間関係で苦労してきたから苦手な IT 分野だっていうことも分かりつつも、まあ家族と一緒に過ごす時間をもっと増やしたいな、年収増やしたいなっていう、まあこの二軸で今の会社に入ってみたら、まあ人間関係がいいのよ。その代わりね、一番苦労してんの仕事に関してはもうわけわかんない、本当に
もう何喋ってんのこの人たちはみたいなのがもう連日なのよね。なんだけどこの会あの仕事 を辞めたいって思ったことは全くなくって、もう前の会社とかだったらもうなんか前の会社前のサロンにもあの会社とかも頻繁に思ってたもんね。そう、入社直後思ったわけじゃないよ、何も分かんないから。けど頻繁に思ってたから、それを今ね全く感じないっていうのは、うん、素晴らしいことだと思うんですよね。伊藤君、おばあちゃん、いやーこれ一発で死んないか。うえ、しかもお目の入るか、しかもフェアリーだからグエー。これ毒、あ、じゃあベノムショックあれか、毒の状態だったらさらにダメージを食らうってやつか。あ、いいねいいねいいね、さすが2倍。意外と経験値をくれるゴルバッツちゃんなんだよね。で、自分がそのなんだろうな、どの軸でやるかなんですよね。なんかバリバリ働いてる自分がかっこいいとか、あの働きながらそれでもやっぱり家族に比重を置いて子供の成長を見守りたいとか、まあパートナーのことを大切にしたいとかっていう軸があるのかっていう、まあどこに置くかだよね。だから僕なんかはやっぱ家族を軸に置きたいから、まあ多少ね、あの緩い職場で、まあバリバリ働き、外資系のようにバリバリ働きたいですっていうよりは、もうちょっと多少緩い環境、まあ、と言いながら外資なんだけどさ、俺も外資で働いてるからバリバリなんだけどさ言ってることがちょっと矛盾してるかもしれないけど、まあバリバリ働いてますよ、うん。まあじゃなかったらね、バリバリ働くような性格じゃなかったらさ、こんなさ夜中にさ仕事もやってさ家庭のこともあってさ、で夜中にゲーム実況なんかやんないもんねだからね、最近思うよ、自分ってその大した人間じゃないなっていうことを常にこうコンプレックスとして持ってたんですけど、まあ、こういうことやってますみたいなことをね会社とかで言ったりすると、いやいやいや、ブルーコースお前それだいぶバイタリティあるからなって褒められるんですよね。これがこう他者評価、人から言われて初めて、あ、俺ってまあまあすごい頑張れる人なんだっていうのをこう気づかされるっていうね、うん。まあ人はどんなこう仕事の人、まああのね、おすすめとして、個人的なおすすめはプラダを着た悪魔見れば、あ、なんか仕事って頑張れるなって思うよ。あんなクソ上司のいるね会社なんかそうそうないから、日本で。さすがに、うん、仕事してたらさ、あの雑誌とかさ、着てたコートとかをさ自分の机の上にボーンと放り投げられてさ、何の指示も出さずにさ、で何のお礼も言わずにさ、なんかあの指示だけポン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 言ってきたりとかさ、まだ発行されてない本を今すぐ印刷して、で娘たちに届けなさいとかってさ、むちゃくちゃやん、そんな。お前何様やねんと。まあ、なんかね、外国のそのファッション誌の編集長をやってるみたいな人の元につくアン・ハサウェイっていうね、まあ、なんか目めっちゃ大きいよね、アン・ハサウェイって。あんな大きくて可愛い人いないよね。うん、なんか本当にさ、こう漫画の美少女像ってさ、なんかめちゃくちゃ目が大きくてさ、なんか顔顔面の比率に対してなんか4分の1、3分の1くらいでっかい目とかがあるけどさ、まさにそれみたいな。で、それがなんかこう一般的に可愛いとされてる作り方、描き方、描き方になってるけど、それをなんか体現したかのようなこう美しさを持ってるんだよね。まああれが果たして本物なのか作り物なのかは分かんないけど、うん、しかも細身でおっぱいがでかいっていうね、アン・ハサウェイさん。え、1982年生まれだからまだ42とかなのかな。うん、42で美しさだったら外国人にしたらありよ、普通に。何様やねんって話だけど。あとね、プラダを着た悪魔ね、これ男目線だけどさ、開始10秒でいろんな女性の下着姿をこうめっちゃ見れるっていうのはちょっと俺ね、これこんなエロい作品なのって思って、ちょっとね興奮したというか、なんかやられちゃったね。で、まあずっと見続けたんだけど、うん。プラダを着た悪魔をまあ見る、そのなんだろうな、まあ、醍醐味というか、まあ、なんか ポイント的な感じで言うと、その、相手の無茶な要求にどう応えるかっていうことも一つ大事なのかもしれないけど、相手が考えていることをいかにはるか予想を上回って先んじて行動できているかっていう、なんかそういうところを
触れられるような仕事ができてくると、なんか俺のコントロールした通りだぞ、私がの思い描いてた通りねって言って、なんかあのしてやったり感が出せるかなと思って、それはねちょっと面白いかもしれない。人ってさ、これあの心理学にもつながってくるんですけど、自分でコントロールできる人の方、自分で自分のことをコントロールできる人の方が、あの誰かにコントロールされてる人よりも健康だし長生きだしなのよ。だ人に操られている人生を送ってしまうと病気になりがちだし、鬱になりがち、まあ病気も鬱も一緒か、うん、あの鬱になりやすかったりとか、まあ、あの不健康になったりとか、まあ、早死にするっていう傾向があるから、だからなんかさ、そのオーナー社長とかさ、めちゃくちゃ元気な人とか中にいたりするじゃないですか。なんか70、80にもなってもさ、あのなんかもう偉そうに会社に来て、なんかともうなんか時代をこれ効果抜群だとしまった、なんか時代遅れのさ、なんかやり方をなんか踏襲してとかさ、なんか俺が絶対的に正しいんだみたいなことを言ってる人とかでさ、80いくつになってもなんか大盤振る舞いでなんかブリ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 言ってる人いたりするじゃないですか。あれは結局その人を操ってるからなんですよね。だからそのなんか別に立場を上になってなんか偉そうにしろっていうことじゃなくて、なんか自分の思い描いている通りに、そのまあ部下でもいいですよ、あの部下でも上司でもいいから、こうなんか行動させられてるな、しめしめってこう思えるような仕事の仕方ができるようになってくると、多分すごい楽しい仕事って楽しくなるんじゃないかなって思ったりするわけよ。おっさんのザレ言だと思って聞いてもらえたらと思いますけど、言うて僕もねまだ中堅社員だし、まあ、部下をね持ったことは今の会社じゃないけど、まあ、部下を持ったこととかもあるけど、部下の後輩ね、うん、その部下とか後輩がねやっぱりねこうなんか人前に立ってこう拍手をもらったりとか褒められたりとかっていうのを知ってる姿とかを見ると、それに関しては別に僕が操ったとかってわけじゃないけど、あなんかあの成長してくれたらよかったな、育ったなって言って、すごい誇らしい気分になったりするよね。結局人だから、うん、あれよ、人を大事にできない人は死ぬよ、すぐに。しかも不健康に不幸に。前ちょっとジョー・ブラックの話をしたかもしれないけど、ジョー・ブラックの主人公なんかはすごい大富豪なわけよ、うん、一代で富をき、あの財を成してっていう人 でその人はやっぱこうね、あの人を操ってきた、まあ、操るって言い方がちょっともしかしたらあの人によってはええと思うかもしれないけど、まあね、あの人にこう、まあ、なんて言うんだろうな、貢献しながら生きてきて、たくさんの人に囲まれて、誕生日パーティーでこう何百人という人に集まっていただいて、おめでとう、スピーチしてくれみたいなこう、ね、言われるような人生とか、人と人との関わりがね、こう濃い人は生涯ね幸せでいられますよ。だからあのライフシフトなんかにさ、あの大事なのはスキルと人間関係ですって書いてあるの、まあ、スキルイコール稼ぐ力みたいなところもあるんだけど、人生のにおいて、人生において前半でスキルをしっかりと磨いておきましょうって、 あくまでちょっとあの外国の方がね書いてるその本だから、これ正しい 100% 正しい、日本でも適用できると僕は思わないけど、まあ2社とか3社とか、まあ、あるいはその一つの会社でも違う部署に行ってみるとかねっていうので、いろんな経験をしてみて、で自分がこう生涯その一つの分野で食えなくなったとしても、まあ、別で経験したものをまあ生かすことができるみたいな状態を作っておくと、まあ、幸せになれますよ。ただ、最終的に年食うと仕事はできなくなるわけだから、その引退した後のことを考えた時に、やっぱり人間関係っていうのを大事にしておかなきゃいけない。うん、だから要はあの終わった後にその遊んでくれる人たちがどれだけいるかっていう話。それはその同年代もいれば、
若い子たちも含めてね、その いろんなその年代の若い子がいるかどうかっていう話だから。そう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 、そのことです、ところです。あ、30分くらいになったらキリがいいところになるし終わろうか。うん、あと5分くらいかな。結局全然レベルアップをさせることができなかったんだけどね。これで遊んでっからな。いやーこれめんどくさいな。いちいち箱をピュイーンって開けてる時間がなんかもったいない。ふい。よいしょ。ああ、しまった。ふいふいふい。オッケー。ごめんね、俺喋るの下手でしょ。なのに営業でトップ取れてんだぜ。変な話だよね。取れてるというか、まあ、ある一定の成績が収めることができてるって言い方の方が正しいのかもしれないけど、まあ、集中して喋ったらそれはもっとね、快活になりますよ。今ね、ゲームやりながらとなかなかね、頭が回せない。前もというか、もうだいぶ前かもしれないけどさ、いろんな実況をやりながらさ、マルチタスクの話をしたことがあって、でね、マルチタスクはね、マジでね、やんない方がいいっすよ。バカになる。マルチタスクやるやつ、バカ、まず、思う。シンプルに考えてよ。あなた右を向きながら左を向きなさいって言ったら物理的にできないじゃないですか。で、眼球をなんかもう思いっきりグリッとこうね、手を入れてやったらできるのかもしれないけど、無理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 って話で、なおも基本的には一つのことしか考えられないんですよ。だってよく考えたらさ、人とさ、目の前の人にさ、人がいて、彼氏彼女がいてさ、ですごい楽しい、さっき見た映画の話をしてるのに、ふと仕事のこととか気になったら、ねえ、話聞いてる？あ、何の話だったっけっていうことって、なんか絶対誰しも経験したことがあると思うんですよ。うん。だからゲームしながらね、いろんなことをこう考えながら喋るっていうのは、まあ難易度として高いわけですよね。うん、だマルチタスクってすると、なんかあたかも自分がその仕事してるような感覚には陥るんですよ。それなぜかっていうと、頭めちゃくちゃ使ってるからなんですよね。頭めちゃくちゃ使ってるからなんですよ。ところが実際は脳が疲れているっていう感覚を覚えるだけで、何にも進んでいないと思っているよりも全然何も進んでいないですよっていうようなことは、まあザラにある、うん、だから今日一日あなた何したのっていうことを聞いてみたときに、10進めなきゃいけないところ 2.2 しか進められてませんでしたみたいなことなんていうのは、まあ普通にあったりしちゃうんですね、残念ながらね。はい、っていうことだから、まあマルチタスクで仕事していくっていうことは非常にいい、まあ大事にされた方がいいですよっていうところですね。マジカルシャイティかな、どうなん、全然ゴリゴリに残ってしまった。しまった。よし、じゃあなんかさ、右上の方のさ、なんかハテナマークになってた場所、あそこ開拓する、あー左の方もなってんな。じゃあごめん、もうちょっと長くなるかも。でもな、こんなのダラ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 喋っててもない、皆さんがね、いや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 、早う四天王に挑んでボコボコにされなさいよって、お前がトバリシティのスモモ以来ボコボコにされるのを私たちは心待ちにしているんですっていう声がすっげえ聞こえてくるから、そうすっか。よし、じゃあちょっと裏で開拓してゴンベ捕まえて終わりにしよう。ゴンベいるんだね。ゴンベってどうなんだ、経験値的にはあんまり欲しくないのかな。ハッピーカッター。シュ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 。おー、じゃあ、OK、OK、OK。ありがとう、ありがとう。頑丈がマジでめんどくさいからね、これね。お芝居です。まあ、ゴンベ捕まえに行くか。ゴンベでもどこだ、噛み砕くとかの方がいいのかな。さあ、やっちまった、なんか。でも、こいつ、スバイス高かったりする。でも、じゃあ、スバイスじゃねえや、耐久値が高かったりするのかな。とりあえず噛み砕いていくか。美味しくいただきます。アム。
うわ強いな思ってた。あおちょやばいやばい、攻撃力マックスだこれ。一撃必殺でパワー全開、しかもえ、何美味しくいただきましたってか。じゃ食べ残し持ってんのかお前。ああめんどくさいやつですね。いいな食べ残し、俺も欲しいな。じゃあプレミアムボール、プレミアムだからね。まあつってもあのも性能はモンスターボールと同じなんですよね。それはマックス。うわっ、しかもこれじわじわ誰か回復していくっていうのがちょっとあれだね、鬱陶しい。3つ投げてかプレミアムボール全部投げて捕まらなかったらもう断念します。ですよね、それはさっきよりも元気になってんだもん。どんだけお腹ペコペコ叩くんだ。プレミアムボール全部投げて無理だったらもうあれです、殺します、ザコクにします。あのよしよしよし、イエスーケブー、私たちひょっとこなのよ。イエス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 。あ、経験値あれだったな、大したことなかったね。なんか若干しゃくれてんだよな、しゃくれてるから。泥水加えません。オッケー。よし。あれ、なんか食べ残しを持ってるうんぬんって出てきたな。よし。じゃあ、一旦ここらでですね、区切りがいいわけではないけど、まあ、ここで終了にしてですね、はい、次回、四天王、うち挑みますんで、熱い戦い、お見逃しなく。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。